アイテム番号 SCP-451-JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-451-JP はサイト81に隣接した排水機能付き専用倉庫へ栓を抜いた状態で収容してください。倉庫内への立ち入りは原則として禁止されています。立ち入る必要のある場合は倉庫に設置された除湿器を用いて倉庫内の水分を完全に取り除いてから入室してください。説明、SCP-451-JP は陶器で作られた。射精のバスタブに酷似したオブジェクトです。SCP-451-JP は行方不明となった細胞生物学者の自宅から発見されました。SCP-451-JP の排水口からは他の製品に見られない1メートルほどのパイプが底面を伝うように伸びており、水の排出を行います。またパイプの排出口に螺旋状の溝が掘られていることから、SCP-451-JP には未発見の接続先部分が存在していると考えられています。非活性状態の SCP-451-JP には特筆すべき異常性は存在しません。SCP-451-JP はオブジェクトの内壁表面に 0.1ml 以上の水分が付着した際に活性化状態となります。活性化状態の SCP-451-JP はオブジェクトの半径2メートル以内に存在する。オブジェクトを視認した人物。以下、被験者と表記。2。SCP-451-JP を液体で満たしたい。という強い衝動を抱かせます。この衝動について被験者は口を揃えて、母から諭されているようだ、と供述しています。この衝動は実験によって、時間経過とともに強くなること、年齢に比例して初期症状が強くなることが確認されています。また、SCP-451-JP の非活性化、被験者への A クラス記憶処理、オブジェクトの影響範囲内からの移動のいずれかが生じることによって衝動が消滅することも確認されています。活性化状態の SCP-451-JP へ184L 1の液体が入ると、被験者の持つ衝動は、SCP-451-JP の中に存在する液体に浸かりたい、というものに変化します。その衝動に従い、被験者が SCP-451-JP の中へ入ると、腰まで液体に浸かった時点で被験者は意識を失います。そして全身に筋弛緩が起きた結果、液体内に沈んでいきます。この時点では被験者は溺死をしないという点に留意してください。完全に液体に水没した被験者は両脚を折り曲げ、胎児のような姿勢をとります。この状態を SCP-451-JP-1 とします。SCP-451-JP-1 状態となった被験者は時間経過によって若返ります。外的観察実験及び被験者の解剖実験によると10分間で1年分の若返りが見られることが分かっています。SCP-451-JP-1 状態の被験者を液体から取り出すと、意識を取り戻すことなく、肺に入っている液体で溺死します。液体除去の処置を施した被験者も未だ意識を取り戻していません。SCP-451-JP-1 状態を継続し、被験者が受精卵の状態まで若返ると、排水口の蓋がパイプ内からの圧力によって外され、液体を排水します。防水テープ等による蓋の固定や異物投入による排水口の閉鎖をする試みはパイプ内から働く圧力によって、今のところ成果を上げていません。パイプの排出口から排出された受精卵は DNA が海洋生物であるベニクラゲに酷似した構造へと変化しています。受精卵の培養実験については実験記録29を参照してください。実験記録1、日付2000年月日。被験者 B4391、25歳男性。実施方法。水道のない密室で活性化状態の SCP-451-JP への接触。結果、SCP-451-JP との接触後20分の時点で失血死により死亡。B4391 の体液で SCP-451-JP の 1% ほどが満たされた。実験記録2、日付2000年月日。被験者 B4461。27歳男性、B4462、30歳男性、
B4463 32歳男性 B4464 25歳男性。実施方法、水道のある部屋で活性化状態の SCP-451-JP との集団接触。結果、SCP-451-JP との接触後30分で SCP-451-JP が活性化。SCP-451-JP の活性化後20分近くの乱闘が発生。B4461 が SCP-451-JP に受水した時点で実験終了。実験記録29。日付2000年月日。実験対象、SCP-451-JP によって生成された B4470 由来の受精卵。実施方法、母体内の環境を再現した培養器にて受精卵の培養を行う。結果、SCP-451-JP-029 実験培養レポートを参照してください。SCP-451-JP-029 実験レポート。重要部分のみ抜粋し記載してあります。原文は資料一覧よりお探しください。1日目、受精卵に変化なし。10日目、受精卵から半透明状のポリプが出現。1時間に2センチメートルほど成長し、2時間経過段階で枝分かれを始める。15日目、受精卵から伸びるポリプが大別して4方向に収束を始めた。17日目、枝分かれしたポリプの形状が人間のように見える。棒人間と形容するのが適しているだろうか。20日目、ポリプの成長が止まった。ここからさらに変化があるのだろうか。22日目、枝分かれしたポリプの核先端から半透明の球体が出現した。球体も突起と同様の成長ペースで肥大化をしている。肥大化した球体同士が接すると一体となり成長スピードを保ったまま肥大を続けた。25日目、肥大した球体が突起物の周りを覆い、完全な人型を形成した。顔に当たる部分は資料にある D4470 の幼少時代に似ている。27日目、人型を形成した半透明物体の成長が止まった。今後変化がなければこれを取り出して様々な検査をする必要があるだろう。33日目、培養器内の人型半透明物質を取り出す試みは失敗に終わった。培養液以外の物質に触れた部分が溶解し異常性のない水に変化してしまったからである。追記、観察対象にこれ以上の変化が見られないためレポートをここで終了する。ポイ、細胞生物学者について調査した際、彼女の戸籍に不審な点が見受けられました。さらなる調査の結果、彼女の母親、祖母、とされている人物の死亡記録が存在せず遺体が発見されていないことが明らかになりました。引き続き失踪した、の捜索を行い続けてください。